捨て子、芥川龍之介。浅草の長住町に真行寺という寺がありますが、いえ、大きな寺じゃありません。ただ日露上人の御木像があるとかいう相応に由緒のある寺だそうです。その寺の門前に明治22年の秋、男の子が一人捨ててありました。それがまた生まれ年はもちろん名前を書いた紙もついていない。何でも古い喜八条の一隅にくるんだまま、尾の切れた女の草履を枕に捨ててあったということです。当時真行寺の住職は田村日僧という老人でしたが、ちょうど朝のお勤めをしていると、これもいい年をした門番が捨て子のあったことを知らせに来たそうです。すると仏前に向かっていた和尚はほとんど門番の方も振り返らずに、そうか、ではこちらへ抱いてくるがよいと、さもこともなげに答えました。のみならず、門番がこわごわその子を抱いてくると、すぐに自分が受け取りながら、おお、これはかわいい子だ。泣くな泣くな、今日から俺が養ってやるわ、と気軽そうにあやし始めるのです。この時のことは後になってもお正びいきの門番が式見や線香を売る片手間によく参詣人へ話しました。ご承知かもしれませんが、日僧和尚という人は元深川の左官だったのが、19の年に足場から落ちて一時正気を失った後、急に菩提心を起こしたとかいう伝法肌の奇人だったのです。それから和尚はこの捨て子に雄之助という名をつけて我が子のように育て始めましたが、何しろ御一新以来女気のない寺ですから、育てると言ったにしたところが容易なことじゃありません。盛りをするのから牛乳の世話まで、和尚自身が監禁の暇には面倒を見るという始末なのです。何でも一度謎は、雄之助が風邪か何か引いていた時、折悪く貸しの西辰という横断家の法事があったそうですが、日僧和尚は衣の胸に熱の高い子供を抱いたまま、水晶の念珠を片手にかけて、いつもの通り平然と度胸を済ませたとかいうことでした。しかしその間もできることなら生みの親に会わせてやりたいというのが、豪傑じみていても情にもろい日僧和尚の腹だったのでしょう。和尚は説教の座へ登ることがあると、今でも行ってご覧になれば、真行寺の前の柱には説教毎月16日という古い札が下がっていますが、時々違和感の故事を引いて、親子の恩愛を忘れぬことがすなわち仏恩をも報ずるゆえんだと年頃に話して聞かせたそうですが、説教日はたびたび巡ってきても、誰一人進んで捨て子の親だと名乗って出る者は見当たりません。いや、雄之助が3歳の時、たった一遍親だというおしろい焼けのした女が訪ねてきたことがありました。しかしこれは捨て子を種に悪事でも企むつもりだったのでしょう。よくよく問いただしてみると疑わしいことばかりでしたから、完璧の強い日僧和尚はほとんど腕力を振るわないばかりに、散々毒舌を加えた挙句、即座に追い払ってしまいました。すると明治27年の冬、世間は日清戦争の噂に沸き返っている時でしたが、やはり16日の説教日に和尚が庫裏から帰ってくると、
品のいい34、5の女がしとやかに後を追ってきました。栗には釜をかけたいろりのそばに祐之助がみかんをむいている。その姿を一目見るが早いか、女は何のとっつきもなく和尚の前へ手をついて、震える声を抑えながら、私はこの子の母親でございますが、と思い切ったように言ったそうです。これにはさすがの日宗和尚もしばらくはあっけに取られたまま、挨拶の言葉さえ出ませんでした。が、女は和尚に頓着なく、じっと畳を見つめながら、ほとんど暗笑でもしているように、と言って、心の激動は体中に現れているのですが、今日までの養育の礼をいちいち丁寧に述べ出すのです。それがややしばらく続いた後、和尚は、朱骨の中継を上げて女の言葉を遮りながら、まず、この子を捨てたわけを話して聞かすように促しました。すると女は、相変わらず畳へ目を落としたまま、こういう話を始めたそうです。ちょうど今から5年以前、女の夫は浅草田原町に米屋の店を開いていましたが、株に手を出したばっかりに、とうとう加算を投じんして、夜逃げ同様横浜へ落ちていくことになりました。がこうなると足手まといなのは生まれたばかりの男の子です。しかもあいにく女には父がまるでなかったものですから、いよいよ東京を立ち退こうという晩、夫婦は真行寺の門前へ泣く泣くその赤子を捨てていきました。それからわずかのしるべを頼りに汽車にも乗らず横浜へ行くと、夫はある運送屋へ奉公をし、女はある糸屋の下女になって、2年ばかり2人とも一生懸命に働いたそうです。そのうちに運が向いてきたのか、3年目の夏には運送屋の主人が夫の正直に働くのを見込んで、その頃ようやく開け出した本木編の表通りへ小さな支店を出させてくれました。同時に女も奉公を辞めて夫と一緒になったことは、もとより言うまでもありますまい。支店は相当に繁盛しました。その上また年が変わると、今度も丈夫そうな男の子が夫婦の間に生まれました。もちろん悲惨な捨て子の記憶はこの間も夫婦の心の底にわだかまっていたのに違いありません。ことに女は赤子の口へ乏しい乳を注ぐたびに、必ず東京を立ち退いた晩がはっきりと思い出されたそうです。しかし店は忙しい、子供も日に増し大きくなる、銀行にも多少は預金ができたというような始末でしたから、ともかくも夫婦は久しぶりに幸せな家庭の生活を送ることだけはできたのです。がそういう幸運が続いたのも長い間のことじゃありません。やっと笑うこともあるようになったと思うと、27年の春、夫はチブスにかかったなり、1週間とは床につかず、ころりと死んでしまいました。それだけならば、まだ女も諦めようがあったのでしょうが、どうしても思い切れないことには、せっかく生まれた子供までが、夫の百花日も明けないうちに、突然疫痢で亡くなったことです。女はその当座、昼も夜も気違いのように泣き続けました。いや、当座ばかりじゃありません。それ以来かれこれ半年ばかりは、ほとんど放心同様な月日さえ送らなければならなかったのです。
その悲しみが薄らいだとき、まず女の心に浮かんだのは、捨てた長男に会うことです。もしあの子が達者だったら、どんなに苦しいことがあっても、手元へ引き取って養育したい。そう思うと、やもたてもたまらないような気がしたのでしょう。女はすぐさま汽車に乗って、懐かしい東京へ着くが早いか、懐かしい真行寺の門前へやってきました。それがまた、ちょうど16日の説教日の午前だったのです。女は早速庫裏へ行って、誰かに子供の消息を尋ねたいと思いました。しかし説教が済まないうちは、もちろん和尚にも会われますまい。そこで女は、苛立たしいながらも、本堂いっぱいに詰めかけた大勢の善男善女に混じって、日宗和尚の説教に上の空の耳を貸していました。というよりも実際は、その説教が終わるのを待っていたのに過ぎないのです。ところが、和尚はその日もまた、蓮華夫人が500人の子と巡り合った話を聞いて、親子の恩愛がたっといことを親切に説いて聞かせました。蓮華夫人が500の卵を産む。その卵が川に流されて、隣国の王に育てられる。卵から生まれた500人の力士は、母とも知らない蓮華夫人の城を攻めに向かってくる。蓮華夫人はそれを聞くと、城の上の高殿に登って、私はお前たち500人の母だ。その証拠はここにある。という。そうして乳を出しながら、美しい手に絞ってみせる。乳は500筋の泉のように、高い楼上の婦人の胸から500人の力士の口へ一人も漏れず注がれる。そういう天竺のグーイータンは、聞くともなく説教を聞いていたこの不幸な女の心に異常な感動を与えました。だからこそ女は説教が済むと目に涙をためたまま廊下伝いに本堂からすぐに庫裏へ急いできたのです。異彩を聞き終わった日宗和尚は、いろりのそばにいた雄之助を招いて、顔も知らない母親に5年ぶりの対面をさせました。女の言葉が嘘でないことは、自然と和尚にも分かったのでしょう。女が雄之助を抱き上げて、しばらく泣き声をこらえていたときには、業報闊達な和尚の目にも、いつか、微笑みを伴った涙が、まつげの下に輝いていました。その後のことは、言わずとも大抵お察しがつくでしょう。雄之助は母親に連れられて、横浜の家へ帰りました。女は、夫や子供の死後、情け深い運送や主人夫婦の勧め通り、達者な針仕事を人に教えて、つつましいながらも苦しくない生計を立てていたのです。客は長い話を終わると、膝の前の茶碗を取り上げた。がそれに唇は当てず、私の顔へ目をやって、静かにこう付け加えた。その捨て子が私です。私は黙ってうなずきながら、湯冷ましの湯を急須に注いだ。この可憐な捨て子の話が、客、松原雄之助君の幼年時代の身の上話だということは、初対面の私にも、とうに推測がついていたのであった。しばらく沈黙が続いた後、私は客に言葉をかけた。おっかさんは今でも丈夫ですか？すると意外な答えがあった。いえ、
一昨年亡くなりました。しかし、今お話しした女は、私の母じゃなかったのです。客は私の驚きを見ると、目だけにちらりと微笑みを浮かべた。夫が浅草田原町に米屋を出していたということや、横浜へ行って苦労したということはもちろん嘘じゃありません。が、捨て子をしたということは嘘だったことが後に知れました。ちょうど母が亡くなる前年、店の商用を抱えた私は、ご承知の通り私の店は面子の方をやっていますから、新潟界隈を回って歩きましたが、その時田原町の母の家の隣に住んでいた袋物屋と一つ汽車に乗り合わせたのです。それが問わず語りに話したところでは、母は当時女の子を産んで、その子がまた店をしまう前に死んでしまったとかいうことでした。それから横浜へ帰って後、早速母に知られないように戸籍謄本を取ってみると、なるほど、袋物屋の言葉通り田原町にいた時に生まれたのは女の子に違いありません。しかも生後三月目に死んでしまっているのです。母はどういう了見か、子でもない私を養うために捨て子の嘘をついたのでした。そうしてその後20年余りは、ほとんど寝食さえ忘れるくらい私に尽くしてくれたのでした。どういう了見か、それは私も今日までには何度考えてみたかわかりませんが、事実は知れないまでも一番もっともらしく思われる理由は、日宗和尚の説教が夫や子に遅れた母の心へ異常な感動を与えたことです。母はその説教を聞いているうちに、私の知らない母の役を務める気になったのじゃありますまいか。私が寺に拾われていることは、当時説教を聞きに来ていた参詣人からでも教わったのでしょう。あるいは寺の門番が話して聞かせたかもしれません。客はちょいと口をつぐむと、感慨深そうな目をしながら思い出したように茶をすすった。そうしてあなたが子でないということは、子でないことを知ったということは、おっかさんにも話したのですか。私は尋ねずにはいられなかった。いえ、それは話しません。私の方から言い出すのはあまり母に残酷ですから。母も死ぬまでそのことは一言も私に話しませんでした。やはり話すことは私にも残酷だと思っていたのでしょう。実際、私の母に対する情も、子でないことを知った後、一転化を期したのは事実です。というのは、どういう意味ですか？私はじっと客の目を見た。前よりも、一層懐かしく思うようになったのです。その秘密を知って以来、母は、捨て子の私には母以上の人間になりましたから。客はしんみりと返事をした。あたかも彼自身、子以上の人間だったことも知らないように。お相手は久保田仁でした。